さて、本日はこいつの話をしていきましょう。でるってれレイドジャパンさんの、あ、中身入ってないけど、フットマスターですね。超高比重純タングステン 11g マスターオブハードボトムということで、ちょっともう使っちゃってますが、開封インプレッションとかではございません。だいぶ使ってます。はい、こんな感じでね。でちょっと使ってみた感じの使用感的な話をしていこうかな。ちょっと魚はまだ釣れてませんけどねいいって感じじゃん。おいおい、魚釣れてねえのルアーの良し悪しなんてわかんのかよボケーって言われるかもしれないけど、ジグなんか全部ジグヘッドに毛ついただけやん。これで食う食わないなんかありますか。まあこれで食う食わないがあるとしたら、それはもう毛がないとか泳ぐとかそういう話じゃない。いや、こっちにはね魚反応してないんだけど、これめちゃくちゃ反応するんですよなんてある？あるわけないやん、そんな。まあルアーなんて基本多かれ少なかれそういうもんだと思ってるけど、まあ中には例外はあるかもしれないけどね。でもルアーの良し悪しなんて釣れる釣れないで判断したら本当に大事なものを見失うんじゃないかと僕は思ってる人なので、まあ、何度言っても何度でも言いますが、特にジグなんかその筆頭ですよ。こんなんどこに差がつくんって。差がつくとしたらワームが違えば差がつくかもしれないけど、ワーム違うやん、ジグじゃないやん。何がちゃうんやん、これバスから見たら全部一緒やろ。じゃあこういったジグの良し悪しってどういうところに出てくるのって言われたら、素材から来る投げやすさとか感度の良さとか使用感、ボトムで倒れないとか引っかからないとか転がってくるとか姿勢が安定してるとかフッキングがいいとか針が曲がらないとか、そういうところじゃないっていう部分だと思ってるんで、まあ、そういうのは魚釣らなくても分かるから、まあ魚釣らないと分からない要素もあるけど、フッキングとかねありますが、まあそういう部分の話をしていきましょう。フットマスターくんですね。最大の特徴はヘッドが純タングステン、まあ焼結タングステンと言われるめっちゃ硬い素材で、比重の重たい素材で作られてると。で今までこういった純タングステンの素材で作られてるジグっていうのはファクトのこれですね、 TG ブロー、まあ、ちょっと見ただけじゃ分かんねえな、まあ、でも TG ブローっていうものがあったんですよ。でもこれぐらいしかなかったんじゃないかな。なんかケイテックで1個あったな、でも今もうねえかもしれない。だからまあまあまあ現状手に入る焼結タングステンフットボールジグはこの2つと TG ブローとフットマスターになるかなという感じですね。まあ焼結タングステンによるメリットはいろいろあれ、例えばヘッドがちっちゃいからシュンって落ちるとかね、あと音がカキンっていう音がするとか、そういった部分ですね。キーパーとかがあった場合折れないとかね。俺はジグの素材は鉛か純タングステンの人なので、どっちかがいいっていう人。よくある樹脂タンは嫌いです、割れるから。ギャップジグとかもあれ鉛で作ってくれって思ってるんですよ、よう割れるあれ。でもあのサイズ感、あのコンセプトで作られてるジグが現状ないので、まあギャップジグ使ってますが、ヘッドの素材はあんまりいいとは思ってません。その点こいつらは純タンなんで、すごい音がしますね。純単同士だったら折れることはないかなと、削れることもないかなと、まあ、表面の塗装がちょっと剥げるとかありますけどね、まあ、そんな特徴があると。で他にもでフットマスターはヘッドの形状が下方重心になってて、ガードがついてます。そしてこのガードは割としっかりめのガードがついてるということで、確かに TG ブローに比べると倍ぐらいの量ありますね。というか一本一本の太さも多分倍ぐらいあります。なのであれかな、本数は2、4、6本、2、4、6本、本数変わんないです。だから太さが違うんですね、ガードのね。だからしっかりめな太いガードがついてると。で針もしっかりめな針がついてるということで、こういう風になってますが、これに関しては僕が使ってるこの NLW フィネスフットボールジグ、これはアメリカのフットボールジグの針がクソデカすぎるんで、スモールするのに向いてねえわって言ってちっちゃい針をつけましたというコンセプトなんですけど、まあ北米基準ですね、ジャパン基準でいうとこの針は別にちっちゃい方ではないです。実際、しっかりめな針が搭載されてますよというフットマスターとほぼ一緒かな、ほぼ一緒です。サイズ感はちょっとこの毛が邪魔で分かりづらいかもしれないけど、まあこんな感じで太さ、ゲープの幅もほぼ一緒。逆にこれ TG ブローがやたらとちっちゃくて細いんですよ。ほらね、ちっちゃくて細い、まあ、やたらっていうほどではなかった、言い過ぎたな。でもちょっと細い、ちょっとちっちゃい。フットマスターとも比べてみましょう。ちょ、ワームがついてる毛が邪魔で分かりづらいかもしれないけど、ちょっとやっぱりちっちゃいし細いんです TG ブローは。まあまあそんな話で、フット
ットマスターはしっかりめな針がついてるが、フィネスフットボールジグと同じぐらいということです。あ、もう取っちゃうかね。ワームつけっぱだけど、改めて比べてみると、あ、でもちょっとフットマスターの方が針でかいかな、気持ちでかいかもしれない。経営邪魔でよくわからんな。うん、気持ちでかいかもしれない、フィネスフットボールジグよりもね。カメラではわからんかもしれない差です。で、太さはだいぶ太いかもしれないな。あ、なるほどね。はい、そんな感じ。さらにこの順端のキーパーが後ろまで入ってますねっていう感じでございます。で、珍しくレイドにしてはラバーがまし。だからレイドのオールジグあんまり信用してなかったんですけどね。樹脂ターンとかでラバーがやたらとゴワゴワしてると、全然好きじゃないけど、これに関しては素晴らしい。この見た目から来る特性から見ると、ヘッドの形状は下方重心で、アイのポジションが結構後ろに入ってるんですよ。それはこの転がりやすい、いわゆるジャパニーズフットボールのように岩一個一個をコロンコロンコロンって抜けてくるような使い方がしやすそうなヘッドとアイの形状をしてるんだけど、それにしてガードが強いし、まあ、ガードが強いのはいいよ別に。問題はここですね。キーパーがついてる。キーパーがついてるとコロンってこう、コロンって転がって抜けるときって持ち上がんなきゃいけないんですよね、針が。こういうふうに持ち上がんなきゃいけない。そのときに後ろ側に重しがあると良くないんですよ。だからキーパー部分に重しがあるのはなんでだろうと。で、しかも針もでかい。針もでかくなると針も重さが乗っかるから、それがウエイトになるよね。一番わかりやすいのはコンツァージグとかそうなんですけど、コンツァージグってキーパーないんですよ。こういうわかりやすい鉛のキーパーがついてないんだけど、あまりにも針が太くてごつくて長いからすごい寝るタイプです、あれは。まあ、それぐらい針のウエイトっていうのは無視できないんですよ。まあ、シャンクの長さにもよるんですけど。で、フットマスターは決してショートシャンクではないし、当然クックも太いし大きいので、針の重さも入ってる、キーパーの重さも入ってる。起き上がんなくね、起き上がりづらくなるくねっていう、当然つけるワームの重さにもよるよ、やるんだけど、起き上がりづらくねっていう風に見える。だからこっからこっちが転がりやすいようなジャパニーズフットボール形状をしてるのに、こっからこっちが転がらないような、まあ線で引いてくるようなアメリカンフットボールチックな形状になってるんで、まあ見た感じチグハグだなというふうには見えるんですよ。で、まあ多分両方やりたいんだろうなっていうふうに思った。トントントンってポンポンポンって跳ねさせる、それからちょこ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 コロン、ちょこ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 コロンまで、この両方をカバーしたかったのかなって思って、まあそうなってくるとちょっと中途半端なジグになっちゃうのかなと最初は思ってました。実際使ってみるとどうなのか、両方できる、素晴らしい。特にフットボールジグっていうのは高さのあるカバーすごい苦手なんですよ。例えば木の枝とかね、木の枝にこうやってぶら下がります。ぶら下がった状態でこう抜けようとしてくるときに、このアイが後ろにあるせいで、一番わかりやすいのはフィネスフットボールジグがぶら下がった状態で引っ張ります。あ、わかりやすい、こうなります。わかる？アイ引っ張る、糸に引っ張られてる方向にアイの方向が向くんですよ。アイの方向に針があるんですよ。乗り越える時に針がこの枝とかにガッサーって引っかかるんです。これフットボールの宿命だから、高さのあるカバーすごく苦手なんです、フットボールジグって。まあ、それをね、ガードをつけることでカバーするのが普通だと思うんですが、フットマスターは、まあ、一つガードがついてる、ガードがついてるから、この乗り越える時にガードがこう針をカバーしてくれて、トゥルンって乗り越えやすいっていうのもあるんだけど、まあガード付きのフットボールジグっていうのはそういう方向性なわけだね。だけどフットマスターは多分ヘッドの下方重心バランスでアイの位置がこう向かないんですよ、針先を。ほら、わかるかな、さっきみたいになんないでしょ。まあ当然ガードでこういう風に寝っ転がるのを防いでる部分もあるんですけど、さっきみたいにこう針先がね、こういう風に向かないのよ。だから奇形のカバーとか
もう引っかかんねえ。多少雑にグイグイグイってやっても引っかかんねえ。これちょっとびっくりした。で、岩系のカバーでこう普通にフットボールとして使ってみると、まあこのキーパーがどうのこうの、針がどうのこうのとか言ったけど、全然転がる、コロンって。だから転がって回避できるジャパニーズフットボール的な使い方もできるし、アメリカンフットボール的なガシガシガシっていう使い方もできると。さっき言ったように引っかかんないから、こういう風にキーとかあってもね、ガードがついてる。しかも仮にこっち側を向いたとしても、なんか戻るなすごいなこれ。向いてたとしてもガードで針をガードしてくれる上に、なんならガードなくてもこれ、あれなんか針先がね逆方向向くんよね、ほら何これ、すげえな。この状態からふいってほらおかしい軌道を描くな、素晴らしい。で、使ってみて、粗く使うことも丁寧に使うこともできるから、え、これで完結するくねって思ったわ。なんか巷ではね、フットボール史上最高傑作とか言われて、いやいやそんなバカなの、レイドジャパンですよとごめんごめん、レイドファンの皆さんごめんなさい。ジグに関しては僕はあんまり信用してなかったんですけど、まあ確かにね、コンセプト的に究極のフットボールとか言うとりますがと、でもなって思ってたんですが、いやマジでこれは確かに究極のフットボールと言っても多分言い過ぎじゃないかもしれないこれは確かに素晴らしい。何より特化してないっていう能力がね、今まではいわゆるこのアメリカンフットボール的に使うようなフットボールジグ、ジャパニーズフットボール的に使うようなフットボールジグっていう感じで使い分けたんだけど、その必要ないかもしれないね。それぐらい完成度確かに高いわこれは。まあ無理やり欠点っていうか、あーんって思ったところを挙げるとするのであれば、まあ欠点じゃないけど、そもそも焼結タングステンが良くないとかね。焼結タングステンになるとやっぱりこの音、カチンカチンカチンっていう音がします。で、この音があんまり良くないっていう風に、あのジグとかテキサスやってる人は思う人もいると思うんですよ。でかすぎ硬すぎ音がってね。だからあえて鉛とか柔らかい素材のものを使ってゴツンゴツンみたいなね、鈍い音にさした方が釣れるよっていう考え方の人もいるから、まあ、そういう意味ではこの焼結タングステンのヘッドの音が良くないかもしれないけどまあそれはもうそういう特性だわ、うん、欠点というには言い過ぎです。まあそれはもう鉛のものを仮に使ってあげればいいかなっていうのが一つと、ガードね、しっかりめのガードがついてます。針もしっかりしてます。なのでフッキングは割とちゃんとしなきゃいけない。だからフットボールジグで、まあ、よくやるというかやりたくなるようなトン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 コンパンっていう、こういうフッキングすると疲れまくる。やっぱりシビアな状況ではこのガードの強さ、太い針っていうのがフッキングの妨げになっちゃうから、冬とかにはあんま使いたくないな今やな魚は釣れてないんだけど、当たりはあって疲れまくってるってね、一回かかってプチンってね、あのすごい朝がかりして抜けちゃいましたっていうことがありまして、あ、これいつものフットボールジグみたいなフッキングしたらいかんなってなりました。ちゃんと普通のカバージグとかを使ってるように、あ、食ったハンってねいうようなフッキングしないとやっぱりダメ。いやいや、トンパンって合わせないと冬の魚取れないんだよとか言うんであれば、ちょっともったいないけどガードをもう取っちゃうか、まあでも針もねちょっとしっかりしてるんで、もうそうなったら素直にこういうノーガードのスパンって刺さるようなフットボールジグを使うかっていう話になってくるかなと。だからこのフットマスター使ってて、あの取れなかった魚はフィネスフットボールジグ使ったら取れたかもしれないっていうあれがあるんだけど、そこはしょうがない、そういう特性があるよっていうのを実感する前にやってたから、いやみんながこれ使うときはちゃんとフッキングしなきゃいけないなっていうのを覚えておいた方がいいです。そこ合わせ現金、まあ現金じゃないけどガードを押し倒してフッキングして、しかもこの光目の針をズバッと刺すようにちゃんとフッキングしなきゃいけないよっていうことを頭に入れといた方がいい。これはフットボールジグ、純粋培養のフットボールジグというよりはフットボールジグ的な使い方ができるカバージグだと思って使ってあげた方がいいです。だからタックルもそれなりの、まあ、糸の太さだったりとか竿の硬さだったりとか、そういったものが必要になってくるであろうというところですね。まあ、そこは注意事項です。欠点じゃないですね、正直注意事項です。で、ウェイトも7、9、11、14、18、なかなかのラインナップでございます。クッドマスターは5点か、
まあ十分でしょうと。 18g までしかないから、例えば3コーラオンス、4分の3オンス、1オンス、1.5 オンス、まあ、1.5 オンスはさすがに行き過ぎか。まあそういう重たいジグ、よりボリュームをとか、より深いところをとか、よりヘビータックルで使いたい時に4分の3オンスだったりとか、1オンスだったりとかっていう重さのフットボールジグ欲しいよねってなってもないっていう部分はあるけど、まあそれはね、あるフットボールジグを使えばいいと思います。こういうのねこういうのだったりとかだけど、まあこういわゆる用を使うような 10g 前後、こう9と11で分けられてるのちょっとね困ったけどいつも10だからさ、 10.5 って間使うねんって思うんで、9と11、あどっちかって悩みましたが、まあ11にしました。真ん中ね。まあこういう用を使うとこ7、10、14あたりですね。18は結構重たいかなと思うんですけど、まあ7、10、14ぐらい、このあたりがちゃんとしっかりとラインナップであるということで、まあほぼほぼこれでいいかもしれないね、真面目に。まあでもその冬のコッて入るような当たりに対してパーンって合わせるときに、この針とかこのガードとかが邪魔だなって思うことはあるんで、まあこっちはまだ使うな、 TG ブローはわからんなって感じになっちゃうんですけど、ただ春夏秋とかに使うんであればめちゃくちゃいいと思います。もう根掛かりの心配がない。ずっとおかっぱりでやってたんですよ、このフットマスター使うとき。やっぱりフットボールジグってかっぱりからだと使いづらいって印象があるじゃないですか。でずっと使ってたんですけど全然余裕でした。僕もね、まあおかっぱりで使うことは使うけど、やっぱり怖いよねっていうのが正直なところなんですよね、フットボールジグに関しては。でもね、フットマスターはあんま怖くない。もちろんなんかものすごい吹っ飛ばして、ものすごい浅いところを岩ゴロゴロのところずる引きしてたら、岩と岩の間に挟まって取れなくなるとかあるかもしれないけど、まあ普通に使ってる分にはかからなくねみたいな感じなので、フットボール史上最高傑作みたいなことを言ってる人もいましたが、ちょっと俺それ言い過ぎじゃねって思ったんですけど、あんまり言い過ぎじゃないかもしれない、そんな吹っ飛ばしたし。よし、オッケー、超大きいやん。あ、なんかちょっと重たい気がする、重たい気がする。ウィードに巻かれてるからか、あ、そんなことなかったよいしょ、はい、大きだったね君、フットマスター。今のは、はい、ちっちゃかった、全然全然小さかったっす。今のは俺の反応が遅れたから結果的に良かったな正直食わんやろうって思ってやってたんだけど、くっと。フットマスター 11g デスサイズ 3.5 いつものやつ。いやまあ使いやすいですねこれは。いや優秀だったと思いますよ。まあフッキングは針とかガードの何性と言わないけど、これしっかりしてるからさ、ちょっとね送り込まなきゃいけない感じはするけど、それ以外はいい感じですね。脱靴引くのも丁寧に引くのもできると。ただスコーンはちょっときつくないとは思うけどね。あの公式を見るとスコーンでもやってる、あのスイミングジグ的な使い方でも使ってるっぽいんだけど、それにしちゃ針がちょっと短いかな。スコーンはもう針長くしてるからね、そっちもフッキングいいから、でガードもいらないし、だからハイパーフットボールジグみたいな、ああいうんでやった方がそりゃいいわなって話で、で針長くしちゃうと立ち上がんないから、だからこう転がす系の普通のフットボール的な使い方がやりづらくなるし、ってあと引っかかるよりもだし、だからね本当は転がる系のフットボールと泳がす系のフットボールは両立無理なはずなんですよ。無理なはずというか無理、まあたまにねフットボール使うとか、たまにちょっと泳がしもやってみるかぐらいならいいけどね、メインでやろうと思ったら絶対やらないから。でどちらかというとフットマスターは転がす系ですね、こうやってボトムで。でもこの転がす系もジャパニーズフットボール的かアメリカンフットボール的か、そこに差があるからさ本来はでもそこに関しては結構バランス取れてる、素晴らしいですね。冬のちょっとシビアなショートバイトとかはフッキングにやや難があるかもしれないけどね。正直俺はこれめちゃめちゃ言われてるんですよ、フットマスター、フットマスター、もうケチョンケチョンに言ってやろうかなと思って使ってたんだけど、それ結構良かったわ
結構どころかかなり良かったですね。でこれでカバー打ちしてるとかね人もいて、いやいや何言ってんって思ったけど、ガードもかなりしっかりしてるから、まあもちろんこのパンチングレベルのカバーは無理にせよ、ちょっとこう絡めていくぐらいは確かに全然できる。で吊るしでもできるし、まあ、吊るしの場合はちょっと針の問題が出てくるけど、まあそこは別にいいのか。だから確かにな、ああ優秀だなとは思う。究極ではない、まあ究極のフットボールを目指してるけど、究極ではないけど、究極っていうのはもうなんか尖ってるっていうニュアンスで僕は言ってるけどね。究極とは言い難いけど傑作ではあると思うな。優秀ではあると思う。穴があんまりない、あんまり、うん、そうだな、あるとしたら値段はい、これをベースにもっとフッキングがとかねになったら、オープンフックタイプのやつを使えばいいし、もっと遠くにもっと深くを効率よくってなったら、重たいジグのウェイトがラインナップされてるやつを選べばいいし、もっとパン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 雑に引きたいんならアメリカンフットボール使えばいいし、泳がしていきたいならそういうスイングズギを使えばいいし、だけどその真ん中にあるのがこいつでいいと思います。けなしてやろうと思ったんだけどなよかったなこれ、使いやすすぎるわもうフットボール史上どころかレイド史上最高傑作じゃない、言い過ぎか、ごめんそれは言い過ぎたわ、すまんすまん。いやもう引っかかんねえよ、あんなクソ大円筒してるのに。まあそんな根がかりそうなものがあるわけではないんだけど、抜け方が素晴らしいね、いい抜け方してるわ。まあでもさすがにそうね、これは無理やわな、はい、これはちょっと無理ですねこういうやつはね、硬いところじゃないとフットボールはきついですね。よし、うわ超不景ところ、ここ硬えなーって、フィードがなくてなんか硬えなーって思ったところを丁寧にやったくと降りなー、やっぱウィードが絡むとフットボールちょっと無理だけど、ウィードがなかったらいいですね。表重てえけどこのサイズだもんな。いやー気持ちいい釣れ方するね君。ヨーフー、はい、いいですね、ちっちゃ、まあ越冬系です、一番深いところでやってるから、もうウィードも生えてないところ、ヒシモも夏の頃生えてないであろうところのなんかカリカリしてるところ、ウィードがあるともだらけになっちゃうからね、もだらけになったらさすがに食わないです。